はい、今ですね、私はフランスにいます。フランスの高速道路でモンサンミッシェルから、帰りのね、途中でサービスエリアをしますで、こちらのサービスエリアね、パリからどのくらいの距離かって200キロぐらいかな、200キロ離れてないぐらいですかね。まあ海外のサービスエリアっていうのもね、いろいろ行ってるんですけどね、車とかレンタカー借りたりとかバスでどっか行ったりする際はね、まあ同じような感じですね、日本と。うん、一応こういう風にお土産売ってたりとか、ちょっとした、まあ、食べ物が売ってたりもします。あとガソリンスタンドねあります。で、乗用車だけじゃなくて向こう見ていただくと、トラックとも止まり込んでいますね。あ、こんな感じで、ボンジュー。